1926年、妻と共に訪日シャルル・ビルドラックは、フランスの作家。まず詩人、次に、戯曲作者として、なおえ、童話も書いた、人間主義に基づく、反戦主義者であった。1882年、パリ5区で生まれた。本名は、シャルル・メザジェ。父は、独身時代パリコミューンに活動し、ニューカレドニアへ送られた前歴の人であった。シャルルは、 教職の母が勤める学校を卒業し、ボルテール高等中学校に進んだ。死に取り憑かれ、18歳の時数編を雑誌に載せた。弁護士の秘書として働いた。1901年頃、ジョルジュ・デュアメル、ルネアル・コスラの若手作家を知った。1903年、兵役に服した。1905年、デュアメルの姉ローズと結婚した。1906年秋からの14ヶ月間、デュアメル。 アルコス他の詩人、作家、画家、音楽家、印刷コーラと、パリナントクレテイユの古屋を改修した、いわゆる、クレテイユの創員にこもって、出版で自活しようとする、理想主義的文学共同生活を営み、ジュール・ロマンも参加した。アベーパと呼ばれる、1907年、詩集、幻想と、新気録を、創員で印刷した。員閉鎖後の1910年、 愛の章を出版した。文筆の傍ら、パリロックセーヌ通りで妻とガロを経営し、それは1930年まで続いた。1914年からの第一次世界大戦期は、カモフラージブに属した。1920年3月、ジャック・コポーのビュー・コロンビエ劇場で初演した、セ戦テナシティが評判を呼び、同劇場での上演は200回を超えた。この年、ロマン・ロラン、ジュール・ロマンらと、 反戦詩集を共編した。この頃以降、地中海岸のサントロペとパリとで暮らした。童話も書き始めた。1925年10月、十部一座のコメディで、シャンゼリゼ劇場でベリアル夫人を初演した。1926年5月、妻と日本を訪れ、川島リ一チロ黒田清照、石井白帝、与サ野鉄管、与サ野アキコ、西条八十、堀口大学。 幼い香る、肘方吉良が歌舞伎座で歓迎会を開いた。川島にはパリ時代に夫妻の画廊を借りた縁があった。また、高村光太郎、高田博敦、尾崎喜八、倉田百三、片山敏彦ら、ロマンの乱ともの会でも歓迎会を開いた。1930年、中田貝がコメディフランセーズで成功し、その後も再演された。1932年、 革命的作家芸術家協会の発起人の一人になった1934年の映画、小戦、デナシチーでは監督のジュリアン・デュビビエと共に脚本を書いた1928年と1935年とにソビエトを訪れその体制に好意的な新しいロシアを1937年に出版したナチスに占領されていた1942年に 非合法出版のフランス文学に参画した。1943年下,下下ポに逮捕され、3ヶ月投獄された。ナチス撤退後は、作家、芸術家に対する検問調査委員会の長を務めた。1952年の第5回カンヌ国際映画祭で、日本の現地物語が撮影賞を受けた時は、ビルドラックが審査員、高田博厚が、 日本代表であった。1960年、アルジェリア戦争反対の宣言に署名した。1963年、アカデミー・フランセーズ文学大賞を受賞した。妻、ローズの死後。1970年、秘書のシュザンヌ・ロシャと再婚した。1971年、人造闇、サントロペで死去。88歳没。その地に葬られた。1973年、 フランス文学者協会にシャルルビルドラック賞が設けられた。現著の発行年次順に列記する。重版されている図書は新しい方の年次を記す。ありがとうございます。